ヨエル・ポー・ヤンパロは、フィンランド・ヘルシンキ出身のプロサッカー選手。チャイクル・リゼスポル所属。フィンランド代表。ポジションは、フォワード。地元クラブの HJK ヘルシンキで育成され、2011年、16歳に、シテニリザーブチームに昇格した。2011年10月26日のロップス戦で、スタメン出場し、ベイカウスリーがデビュー。 リザーブチームでは21試合で33ゴールという驚異的な活躍を披露した。12月7日、クラブとの契約を2015年まで延長。2012シーズン開幕戦のイフクマリエハムン、戦ではわずか162秒でハットトリックを達成した。8月、リバプール FC で3日間のトライアルに参加し、3年契約をオファーされたが、 リザーブチームでの出場が保証されていないことからこれを断った。2013年9月1日、ブンデスリーガのバイエル・レバー,クーゼンにレンタルで加入。2014年4月、HJK ヘルシンキとの契約を2018年まで延長。さらにレバー,クーゼンへのレンタル期間を2年を延長した。2016年3月21日、レバー,クーゼンに完全一席。 2016から17シーズン開幕戦のボルシア、メンヒエングラートバッハ戦で、念願のブンデスリーガデビュー。同試合で途中投入直後に初ゴールを記録したが、試合には1から2で敗れた。第2節のハンブルガー SV 戦では途中投入から、ハットトリックという離れ技をやってのけ、3から1の勝利に貢献した。2020年9月30日。 1>, 1、FC ユニオンベルリニへのローン遺跡が発表された。2021年9月5日、所属元のレバークーゼンと2023年までの契約延長に合意し、チャイクルリゼスポルへの2年間のローン遺跡が発表された。2012年6月5日、17歳で U21 スロベニア代表との試合に出場した。2012年11月14日に行われた。 サッカーキプロス代表との試合で70分にテームプッキと交代試合代表デビュー。試合には3から0で勝利した。2021年6月12日 UEFA ユーロ2020グループリーグ第一戦のデンマーク戦でフィンランド代表の UEFA ユーロ本大会初得点を記録した。ありがとうございます。